えー、こんにちは、体のエナの特徴といえば量子コンピューター体制があることがその一つと言われておりますけどもこの量子コンピューターってのは一体何なんでしょうかねそうなんですよ。量子コンピューターってのは今までのコンピューターの概念では全く解決できなくなってきたそんな諸問題を解決するための次世代ののコンピューータネットワークのことなんですよね、えー、例えばですねコンピューターにはいろんな組み合わせを処理する能力がありますけども。 量子コンピューターのその組み合わせの処理の速度っていうのはものすごく、うん、レベルが高いんですよね。それこそね、1000兆の1000万倍とかね <laughs>、そんな感じで、まあ、パフォーマンスを発揮するというふうに言われてますけども、実際に量子コンピューターが一般化しない今、まだどのぐらいの速度なのかってことは言えませんが、まあ、簡単に言えば消費電力をぐっと抑えて処理速度がぐっと早まるっていう感じですかね。まあ、そうなるとですね、 情報処理ののの速度っっててがものすごくく変わってくるんですので,で行動や判断っていうのが今とは全く違うスピードで進みさらに情報化社会は進むというふうに考えられるのかなと思います例えばですね新薬の開発新しい薬の開発っていうのは今も進んでますけどもいろんなものをどういう組み合わせでやったらどんな結果が出るかってことを今コンピューターなり手作業でやってるんですけどもこれがですね例えば1年間で100回の組み合わせがあるとしますよね。 それが領収コンピューターによって1年間に1万回の組み合わせができるとしたら、まあ実にね、100倍の新薬ができる可能性ができるわけですよ。そうなると、新しくウイルスや感染症が発現したときに、ちょっとのテストでたくさんのパターンの薬剤ができるってことになりますので、より人命救助とかね、手当や治療に即することができるんじゃないかなっていうふうに考えられています。こうなると人間の寿命っていう概念とか、医療とか治療っていうのは もももっともっっとと変わってくるかもしれませんよねそしてですね金融のの最適化っていうのもあります、まあ、今金融工学って言葉がありますようにお金をどのように動かしたらその影響がバタフライ効果によってどんな結果をもたらすかっていうシミュレーションを何パターンもやるわけなんですけどもこれが数万パターンとかね場合によっては数十万数百万パターン瞬時によってできるとしたらじゃあデータを打ち込むだけでどんな5年後10年後20年後ができるかってことが分かってくるわけなんですよね。 まあそういうところに体のが体制があるつまりはこの量子コンピューターってものが一般化したときにでもちゃんと体の間は稼働してますよっていうことなんですよねでもこの量子コンピューター体制がない暗号通貨っていうのはその時点でブロックチェーンの技術がまあ劣化していって使われなくなるってことになるんですよねつまりは今コインマーケットキャップでもたくさんの種類のアルトコインっていうのがありますけどもこの量子コンピューターによって振り落とされるコインっていうのもあるわけですよねで、まあ、ですんで 5年とか10年とか20年、まあ何年か分かりませんけども、まあ自分が生きてる間に、私もね、もうすぐ50になりますけども、自分が生きてる間に持っているブロックチェーンを何らかの形で大きく飛躍させたいなと思えばですね、やっぱり20年、30年ぐらいのコインの保有ってのになると思うんですよ。そうなった時に途中でコンピューターが量子コンピューターに置き換わることも考えていくと、例えば量子コンピューター体制がない通貨を持っていると、 決済のタイミングによっては大暴落しでも体の枝っていうのは量子コンピューター体制になればなるほど新しく量子コンピューター体制に即した体のってものに人気が集まってさらに値上がりをしていくんじゃないかなと思います一つの研究データによると2030年までに1000ドルを <laughs> 本当かなやって思うんですけども、1000ドルを達するんじゃないかなっていうふうな見方もあるんですよね。まあそれは話半分から10分の1にして、100ドルだとしてもすごいですよね。100ドルですからね。現在が1ドルぐらいだとしたら、100倍になるわけですから。まあこれも話10分の1にして、10ドルになるとしても、もうとてつもないことになると思います。まあでも、ビットコインが体でエラーに置き換わるとしたら、まあ、今からね、 10倍とか20倍になるって言っても、かなり安い見積もりってことになっちゃいますかね。はい。ということでね、いつも動画の方を送っていただきまして、ありがとうございます。今回はですね、サブチャンネルからの動画の送信になりますけども、次回の体の枝、アップデートの際もよろしくお願いします。ステーキング報酬、今週も本当に皆さんの手元に届いて、えー、安心安心ということでございますね。これからもよろしく、いってらっしゃい。